こんにちは、吉村博史です。本日はですね、我が愛しのレザーウェア、ボリューム22になりますかね。本日は、ジョン・ローレス・サリバンですね、ダブルレザーライダースですかね、こちらをご紹介させていただきます。はい、寄ってみました。今回ジョン・ローレス・サリバンのダブルレザーライダースということになるんですが、そうですね、特徴的なのは、この黒のスタッツですかね。こういった処理がですね、エリーラベル、この辺とか、あとポケットの周りとか、こういった形にですね、施されているような、なかなかクールな、クールな一枚ですね。この辺もそうですね。それでは、で、着丈はですね、やっぱりサリバンなので、すごく、タイトです。で、タイトでしかもですね、ものすごく、着丈が、これはですね、短いです。はい。なので、着るときはですね、結構インナーがやっぱり絶対に出るぐらい短いので、色のあるインナーを着ることが多いかなと思ってます。はい。はい、後ろからになりますね。寄ってきます。はい。襟の後ろとかも、そうですね、スタッツが施されているような状態で。こういうところもそうですね。はい。で、先ほど着丈が短いっていうことを申し上げたんですけど、やっぱりそうですね、こう横から見ても、前にこう長くなってきて、洋服大体そうなんですけど、すごくこう、着丈の短い、多分レーザーライダース。本来ライダースってそういうもんかなと思ってますけど、はい、こんな感じですね。意外と後ろ、綺麗ですね。はい、ということでですね、本日は、ジョン・ローレンス・サリバンのですね、ダブルレザーライダース、こちらをご紹介させていただきました。気に入った方は、探してみていただくのもいいかなと思ってます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。